移動閉塞とは、閉塞区間が列車の移動に伴って移動し、走行速度に応じて増減する、鉄道、または軌道における衝突を防ぐための、信号保安システムである。固定閉塞と移動閉塞での列車同士の、安全距離の違い赤色の線が、閉塞区間黄色の線は、余裕分閉塞区間が固定されている、固定閉塞方式については、通標方式等では、 閉塞区間は駅に始まり駅に終わる。信号機による閉塞を行う場合は、閉塞区間は信号機間に設定される。固定閉塞での閉塞区間の長さは、必要とする列車の運行頻度に応じて設計され、交通量の少ない路線では、閉塞区間長は数キロメートルにも及び、交通量の多い通勤路線などでは、閉塞区間長は数百メートル程度になる。 移動閉塞方式では、コンピュータが各列車に対して他の列車の進入を許さない範囲を計算する。システムは、各列車の現在の正確な位置、速度、進行方向を把握できることを前提に設計されており、線路や車上に備えられた様々なセンサー、タコメータ、速度計などによって計測されている。移動閉塞では、路側信号機は不要となり、 指示は列車に直接伝達される。これにより、続行する列車の安全距離を短縮することができる。この距離は、列車が常時報告する、位置、速度に従って、安全上の要求を満たしながら変化する。これにより、列車の運転間隔を短縮でき、線路容量を増加させることができる。信号システムの観点から、上の固定閉塞の図は、先行列車が在線している。 区間すべてを占有していることを示している。これは、区間内のどこに列車が存在しているかを正確に知ることができなかったからである。このため、固定閉塞方式では、続行列車は、先行列車が在線していない、閉塞区間の境界までしか進むことができない。2番目の図に示すように移動閉塞では、各列車と地上装置との間で常時無線通信を行っている。 列車の位置とその減速曲線を各列車が常時計算しており、地上装置に対して無線で報告している。このため地上装置は防護区間を計算し、最も列車に近い障害に停止限回転を設定し、接近する列車に通知することができる。列車の在線位置には不確定性があり、列車の長さに対して安全上の余裕を含める必要がある。 これを総称してフットプリントと呼んでいる。この安全上の余裕は列車が移動距離を計算する方法の精度に依存している。列車集中制御装置におけるような閉塞区間単位の列車運転制御と比較してリアルタイムで列車間隔を監視できるため安全を担保しつつ中密区間での効率的な運転制御が可能となる。例えば加減速効率に主眼を置いた制御。 ダイヤ遅れ回復に主眼を置いた制御などである。これらは列車運行の挙動予測を含む、列車別に異なる制御等も可能である。各列車の進路構成上のデッドロックの検知も可能な場合がある。踏切制御により踏切位置に対しても停止パターンを発生させることが可能なため、踏切無遮断時や踏切死傷時にも安全性が向上するほか、 校内踏切や開かずの踏切の遮断時間削減にも応用可能である。その他、落石検知器、強風検知器、ホーム支障検知器、限界支障検知器等と連動して停止パターンを生成可能である。工事や障害等により、複線区間における一線や駅構内における一部の進路が使用できない場合にも、容易に単線並列を施行できる。 保守前の確保にも応用できる。保守作業車両や保守作業員を移動閉塞システムの配下に置くことにより、しばしば発生している、本線列車と保守作業車両、保守作業員との衝突を回避でき、安全性が向上する。システムを固定閉塞から移動閉塞に変更する場合、次のような課題点が想定される。軌道回路を設置しない場合は、 車両の遺留検知機能は、車上側に移され、各列車、車両において、車両分離が発生していないことを保証しなければ、ならない。なお、軌道回路を設置しないことの副作用として、区間途中でのレールの破断を検知できなくなる。移動閉塞においては、システムを施行する、区間内にある、全列車について、一定の高精度で、その現在位置が、 システムに把握されていることが必要である。よって移動閉塞に非対応の列車、車両は工事車両を含めて区間内に侵入することができないばかりか、非対応列車、車両の侵入を物理的に排除するシステムが必要となる。これは特に他の接続路線に多数の固定閉塞路線を抱える事業者にとって問題となる。連続した時間内で 全列車が高精度の現在位置を把握される必要があるため、長時間の通信エラーや一時的途絶によりその前提が崩れた場合、システム内の全列車が緊急停止する必要に迫られる。また、停電によりシステムの一部でも稼働しない場合にも全面停止となる。ただしこの点は全区間を一システムで集中管理するのではなく、 管理区間を分散し協調制御とすることで緩和が可能である。枯れた技術と確立した可用性を持った従来の固定閉塞による信号保安システムと比較して移動閉塞においては高度な情報処理及び無線通信システムの可用性は運行の安定性に直結するため車両上の装置を含めてフェールオーバー対応などシステムが高コストになる可能性がある。 駅間一閉塞のような換算線区における導入は、現実性に乏しい。固定閉塞と比較して、線路容量を増やす目的が、移動閉塞にはあるが、例えばエイタックスにおいては、無線通信に使用する一基地局のカバーエリアは 3km であり、この区間に上下12列車を収容できる。この場合、固定閉塞の閉塞区間長に換算すると、 単純計算では500メートルとなる。基地局の収容容量を超える本数の列車を当該無線区間に侵入させることはできないため、区間外で徐行、停止により待機させる必要が生じる。これ以上の列車密度が必要な場合には、無線通信の性能向上や無線周波数帯域の新たな確保を迫られる。その他にも、世界各国で c b t c が導入され、 2007年現在で14、1000区で実用化、23000区で導入中となっている。JR 西日本では2013年よりエイタックスをベースとした車上主体列車制御システムの実証試験を行っている。ありがとうございます。